ポップティーン TV。 はい、アリグです。パン、ハローポンポン、アリポンです。おー、かわいい。はい、今日の、企画はですね、後輩にチャイボーグメイクをするという企画です。はい、なのでアリアちゃんは今レース済みなんですけど、今日はチャイボーグメイク風にして撮影に来てくださいって言われたので、このメイクをそのままアリアちゃんにしたいなと思います。楽しみです。めっちゃ楽しみ。アリもうまくできるかわかんないですけど、アリは超うまいから。いやちょっとめっちゃうまいって聞いてました。違いますよ。なんかヘアメイク目指してるって。いや目指してない。誰情報ですか。早速やっていきたいと思います。もうアリアちゃんにはちょっと時間としてもうベースメイクはしてもらってるんですけど、使ったベースはロラッシュポゼのメルトインティンティットクリームです。これを最初に塗って肌をちょっと白くさせてから、でその次にジョンセンブレエッセンシャルスキンヌードクッションライトを使ってもらいました。眉毛はフーミーアイブロウペンシルミーナチュラルブラウンを塗っていきます。お願いします。会話しまっていいですか。違う、私集中しちゃうんで。食べ物教えてください。好きな食べ物はハンバーグ、鶏肉とラーメンです。かわいい。大阪です。マリアちゃんの関西弁聞いたことない気がする。あまり関西弁出ないんです。出ないんだ。チャイボーグメイクの眉毛のポイントは眉毛をちょっとキリッとさせる感じなので、アリアちゃんはもともと眉毛がちゃんとある子なので付け足すぐらいにします。でもちゃんとキリッと濃く描くイメージで、はい、行きましょう。お願いします。めっちゃ痛いの。痛いよね、これ。めっちゃ痛いよね。いや、全然大丈夫です。ちょっとこれは自分でやってもらってもいいかも。はい、こういう感じですか。そう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 。ごめん、ありがとう。ありがとうございます。アイシャドウ行きます。 3CE のミニマルチアイカラーパレットのブラウンラム、ブラウンラムという色味です。これのここの色味を囲み目にします。囲み目、これを二重幅に広めに塗っていきます。何歳かメイクしてるんですか。小学4年生ぐらいかな。わあ、すごい。なんでドラえもんが好きなの。ドラえもん好き。ドラえもんはいろんな道具が出てきて、うんうん、本当に夢のようで、うん、見た瞬間好きになりました。かわいい。ドラえもんのさ、はい、一番好きな道具は、一番好きな道具は、どこでもドアです。あー、いいね、どこでもドア、欲しい。でも欲しいのはマシュマロボックスです。あー、いいね、マシュマロボックス欲しい。はい、囲み目、とりあえず囲み目はできました。あ、結構見えます。このホリカホリカピースマッチングシャドウパレット04オレンジベルベットのここの色味、ちょっとラメがついてるところを二重幅でちょっと広いぐらいまで見えます。はい、好きなアーティストなんかがいるの。ピンクさんとか、一緒一緒。メイクのポイントとかってありますか。中国の人はなんか目がアイシャドウが濃い、あのイメージがあるから、それがメイクで、だから結構がっつりアイシャドウを入れてもいいのかなって思う。だからこういうなんかブラウンでもちょっとオレンジ目がかかったブラウンとかだったりしたら、なんかおしゃれな目にもなるし、うん、感じかな。で、このアイシャドウは下のまぶたはニジリの3分の1しか塗らないです。で、次にここのちょっと赤っぽい色味をまぶたの際に塗っていきます。いや、際じゃない、二重幅だ。3分の1。
これでアイシャドウは一旦終わりで、はい、嫌いなアイラインを。アイライン難しいですよね。めっちゃ嫌い。人に引けるかな。アイラインのポイントは普通にまっすぐ引いて、目尻のところだけなんか延長線上に、目の延長線上になんか跳ねたりも下げたりもせずにシュンって引きます。なんかこんな感じ、こんな感じ。めっちゃ上手いです。上手い。いい感じなのかな、わかんない、わかんない。もうちょっと LINE に失敗した時の対処法を教えます。はい、失敗したんですか。そうですね。失敗した時はあのちょっとあの濃い色味で目の際をちょっとにのちょっと上にやってぼかします、ラインを。そうすると若干いい感じ風になる。だからライン引かない人でも普通に目の際に引いたらアイラインとしても効果も出るので、苦手な人はちょっとこの濃い色味をやってください。マスカラはノワールのエアフィットマスカラロング&キープです。一本一本毛を溶かすようなイメージで丁寧に塗ります。チークは 3CE のフェイスブラッシュローズベージュ。目をチャイボーグは目と唇が印象強いので、ちょっとチークは気持ち、なんていうんでしたっけ、こういうのって気休め、気休め、気持ち塗るぐらい、血色を良くするぐらい、本当にポンポンポンと頬骨に沿って塗ります。本当に舌がしてないかぐらいの。できました。で次は、はい、中国メイクは結構ハイライトを使ってるイメージがあるので、ハイライトを使います。ハイライトはクリオのプリズムエアハイライター01ゴールドシアを、これがポイントなんですけど、これはハイライトは中国メイクはちょっと手で塗った方がいいかなって思って、手で若干、手に若干ちょんちょんちょんって取って、この部分、ここの部分に塗って、あとはこの鼻の頭にもちょっとポンポンポンって、リップの上、リップの上にもちょっとちょんちょんちょん、あと顎、顎にもちょんちょんちょんって塗ります。あんまり塗るんです。そう、あんまりつけすぎないぐらい。今日はリップ塗ります。はい、リップはまず最初若干ベースみたいな感じなんだけど、ウェイクメイクのルージュガン002番、ルージュガン0の02番を全体に塗っていきます。リップが一番難しいと。最後にもう一個ツヤツヤなイメージがあるので、3CE のニューモーション、ニューモーションっていう色味です。リップの内側だけ塗ります。わぁ、馴染んでる。はい、内側が黒い。かわいい。めちゃくちゃ下唇がツヤツヤ感が出てて、めっちゃツヤ感。完成です。イエーイ、ありがとうございます。あ、どうですか。すごい、初めてこういうメイクしたので、うん、これからちょっとこれを動画を見たりやります。やる、はい、嬉しい。やっぱりチャイボーグはあの目元と口元がちょっと赤っぽいイメージがあったので、ちょっと目元をちょっと赤っぽいっていうか、なんかオレンジブラウンっぽい色味にして、ちょっと結構濃いめな感じで、若干赤っぽい感じで、リップは本当に真っ赤で、ちょっと内側は暗めの色にして、ね、
見ました。ありがとうございます。イエーイ。あ、いや、ハイライト持ってないんですけど、うん、ハイライト買うとしたら何がいいと思いますか？でもキャンメイクのクリームハイライトはいいって聞くかも。あ、学生の頃にちょっと使いやすいと、なんか普通に手でポンポンポンってやればいいから、つけすぎたらその手でまたなじませればいいから、そう、最初はクリームハイライトかな。おすすめのアイシャドウとかってありますか？おすすめは、はい、おすすめのアイシャドウ、スリシーかな。スリシー結構ランも綺麗で、そう、おすすめです。サイボーグね、なかなか普段のメイクに取り入れられないんですけど、なんか特別な日とか友達と遊びに行く日、ちょっとおしゃれしてみたりとか、メイクで遊んでみたりとかして、ぜひ真似してみてほしいなって思います。あ、チャイボーグの企画は4月1日売りのポップティーン5月号にいろいろファッションとかメイクとかもいろいろ載ってるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ではシェイシェイ、バイバイ。なんて言うんだろう、バイバイ、にゃ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 、わかんないです。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。限定版ポップティーンとシャルルさんのスタイルブックも発売中です。次回の動画も見てね。ハッピース。